はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、大阪にラーメンをすりに来ております。知人からのご紹介で、大阪でラーメンはものすごくうまいんだけど、なかなかねお客様に知られてなくて、本当にこのコロナ禍で経営が厳しいから、ぜひね一度食べてくれと、ご紹介をいただきまして、本日はですね、麺屋伊佐尾さんというラーメン屋さんに訪れております。確かにね、ちょっと今日来る前にいろいろとネットで調べたんだけれども、なかなかこのラーメンの写真とか情報がね出てきにくかったんですよ。なので今回ですね、僕の動画の方で皆様に、こちらの伊佐尾さんのラーメンをご紹介させていただきまして、ぜひね気になった方は食べに来ていただきたいなと思います。ということで、ただいまね店内に入っておりまして、すでにラーメンを注文しているんですが、本日はね基本的なねデフォルトメニューを2杯と、限定で販売しているラーメン1杯、それにねご飯物を食べていこうと思います。メニューはこんな感じになってまして、今ある基本的なメニューは醤油そばとカツオ醤油そばで、まあ、トッピングはチャーシューと煮卵があって、ご飯物も白ご飯と卵かけご飯がある感じでございます。で今ね限定で販売しているのが味噌そばということで、まあ、寒い時期の限定みたいなんで、食べたいお客様は早めに来ることをお勧めいたします。ちょっと今日はね皆様にしっかりと見てもらいたいので、あんまりこのね大好きだからこそのこのラーメンのねうんちくとかは垂れずに、やっぱシンプルにね美味しく食べていこうと思います。最近はよくうるさいってコメントで怒られるからね。ということで本日ですね、いただく1杯目が到着いたしました。1杯目にいただくのがデフォルトメニューの醤油そばでございます。それではね、出来立てを早速いただきます。スープはこんな感じですよ。醤油色がしっかりしてて、でも見るからにうまそうでしょ。うまい。うまい。そしたらそのままこれ麺いってみます。麺こんな感じで、しっかりとね自家製麺になってますね。うん、あ麺もっちもちよ。白ご飯も頼んでるんで、これもちょっと一緒にいただいちゃいます。うん、やっぱラーメンにご飯いいよね。合うわ。ラーメン3杯いただくんですけど、あっちゅう間になくなっちゃう。したらこの辺りでもうねチャーシューいっちゃいます。チャーシューこんな感じですよ。1枚がこれ大ぶりでさ、これ絶対うまいよね。ライスくるんでいただきます。うん、うまっ。ということで、ただいまね、1杯目の醤油そば完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、本日ですね、2杯目にいただきますラーメン、こちらカツオ醤油そば到着いたしました。合わせてですね、このこだわりの卵かけご飯、これも注文させていただいておりますので、合わせてね、いただきたいと思います。スープですね。カツオが効いてるわ。スープこれ見て、しっかりこれカツオ粉は効いてますよ。もう見るからにって感じよね。麺大盛りにしたんだけど、大盛りにするとめちゃくちゃ量ある。うん、やっぱね麺がねもちもちしてるから、カツ
ツオっぽい出汁が効いてる方が個人的にはね好きだね。この辺りで TKG かな。個人的にはさ、こうちょっと粗めに溶くのが好き。このデュルデュル感が残ってる方がね、TKG は好きなのよね。うん。TKG ってうめえな。せっかくこれスープ、カツオ効いてるんで、TKG にさ、これ出汁効かせましょうよ。ということで本日ですね、最後にいただく一杯限定のこちら味噌そば、到着いたしました。で今回はね、これチャーシュー増しさせていただきまして、通常ね味噌の場合はチャーシューが2枚入ってるんですが、トッピングするとねプラス3枚ということで、今回は合計5枚でございますね。ちょっとこちらもいただきます。どうですこれ、陶器にやっぱ味噌っていいよね。体めちゃくちゃ温まるわ。味噌、ああ冬あったまるわ。やっぱり味噌はご飯かな。2杯目で味噌だからさ、体熱すぎて冬なのにめちゃくちゃ汗かいてるわ。ということで、ただいまですね、3杯目、本日最後の味噌そば、完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、本日は麺屋伊佐王さんで、通常デフォルトで提供しているラーメン2種類に、ただいま限定で販売している1種類、合計ですね、3杯のラーメンとご飯ものをいただいてまいりました。基本的なね、スープのベースとしては、まあ、鶏系だったりとか、あとは魚介系ね、ふんだんに使われた 100% 無加調のラーメン、化学調味料を使ってないラーメンですので、本当にじんわりと優しいスープが楽しめます。ぜひね、皆様もこちらのラーメン食べて、
優しい気持ちになってね、入ってみてください。ということで本日もありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは概要欄からチェックしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。